まあ、まずは、まあ、トレーディングカードという名前ですので、まあ、友達や仲間と交換し合うというのが、まあ、一番の楽しみ方の一つですし、まずその交換する理由としては自分が何を集めたいかって公言していくのも非常に友達の輪も広がっていきますよね。はい、ゲームのカードを、まあ、サッカーでいろいろあったりするんですけど、やっぱり一度に発売されるカードの種類って結構限られてきちゃうものが多くて、100種類ぐらいとかでとどまってしまうものが多い中、今回のこのカードですと450種以上ですよね。はい、で300選手以上入ったりするので、まず集めごたえがあるっていうので、自分の好きなナショナルチームでガッと固めることもできるので、そのカードを眺めながらユーロの試合を見て、あ、カードになってる選手が活躍してるってなってくると、やっぱりそのカードの思い入れも強くなってくるので、で逆に言うと、まあ、こういうパックを買った時に出てきた選手をちょっと応援してみようかってなる時もあるので、まあ、その選手を追いかけてみて、まあ、こういう特別綺麗なカードが出た時に、じゃあちょっと今回はイングランドを応援してみようかってなって、この選手が、まあ、試合の MVP とかになったりすれば、まあ、非常に愛着の湧くカードになりますよね。僕はですね、メジャーリーグサッカーにちょっと興味がありまして、その中でロビー・キーンという選手がいますので、ちょっとアイルランドをちょっと応援しようかなと今回思ってますので、まずはアイルランドのカードをコンプリート目指そうかなと思っています。ユーロの結果を見てアイルランドを応援してたんだぞっていうのを自慢できる結果になると嬉しいなってちょっと思います。まず最初にデザインで目が引いてしまったのが、こちらのサインがプリントされているカードがあるんですけども、なかなか海外のサッカー選手になるとどういうサイン書いてるのかっていうのを目にすることがあんまりないので、ベイル選手のサインこういう形なんだっていうのがちょっと分かったりするので、で白く書かれているのでパッと見て分かるのが非常にすごいですね。でこのカードの光り方もすごく綺麗な形で、なんかレインボーみたいな角度によって見えたりするので、あと腰から上っていう写真を大きく使っているのも非常に僕としては好みです。これはあと面白いデザインだと思ったのがタイムマシンっていうカードで、そらここに2004、2008、2012って書かれているのでユーロの年だと思うんですけど、その時のカードのデザインが当てはめられている。2004年のクリスチャーノ・ロナウドとかまだまだ子供みたいな顔をしているので、ちょっと歴史を感じます。あとこちらの2人の組み合わせ、イタリアとスウェーデンでなんか一見関係なさそうな感じに見えますけど、ベラッティとイブラヒマビッチなんでパリ・サンジェルマン出てるっていうことですかね。でクラブチームで組み合わせられるっていうのも、まあ、クラブチーム好きなサポーターって非常に多いと思うのでこれは嬉しい。ましてやナショナルチームで分けると2人とも中心の選手だったりするので、これはゲームとしてどう活躍するのかちょっと妄想でいっぱいになりますよね。これはあとはこのベラッティ選手のカードもなんていう柄っていうんですかね、これ非常にこの中で一番おしゃれじゃないかなと感じさせるカードになってるのがトップジョーカー、名前もちょっとかっこいいですね。これでちゃんと数値も高く設定されているので、これはもう出たらガッツポーズが出ちゃうカードになりそうですね。新宿店の場合はですね、
やはり立地条件から言いまして、いろんな人が集まる新宿の駅のそばになっていますので、カードを知らない人もやっぱり全然入ってきたりもします。ゲームのカードが非常に良かったです。ゲームセンターで遊べるものもあれば、インターネットで遊べるものもあります。なので選手のサインとかが入っているカードを見たりすると、結構みんなおおって驚く人も多かったりとか、こんな値段するのっていうびっくりすることも多かったりするので、非常に面白い世界だとちょっと思います。で、今回4年に一度に開催されるユーロカードが発売されますので、イタリアやアイルランドなど好きな国でコレクションするもよし、あとは仲間内で対戦し合うもよし、あとはオンラインの機能もついていますので、オンラインで対戦することも可能になっています。ユーロ2016の試合のお供としてカードを開けながら観戦するっていうのもいかがでしょうか。